おい、俺の放送ってこのさ、三が日終わって、1月4日の深夜2時7分に俺の配信見てる40代と喋れないわ。なんで見てるんですかって説教したい。いいんすかそれで人生。周りの同世代は子供もいて、もう幸せに暮らしてるのに何見てるんすかって嫌味言いたい。来た。コマは39ですがよろしいでしょうか。全然いいですよ。何を喋ったらいいか分かりませんか。てんてんてん。わら。いいね。文面もちょっといいですよ。LINE やってますか。いいね。39歳とか超喋ってみて。LINE とかやってますか。わら。俺もわら使おう。あやめよ、なんか煽ってるみて。やっぱ年上だからな。文面がジジイなのでも、名前がジジイだもん。明らかに若者の名前じゃねえ。LINE やってません。通常の通話しかできません。電話番号載せましょうか。あ、僕のやつ LINE やってないし。もうこの人めっちゃいい人じゃん。俺悪口言いたくねえよ。もう文面からめちゃめちゃいい人オーラが出てるんだけど。LINE やってません。わら。この文が面白い。LINE、点点点。やってないです。丸、わら。通常の通話しかできません。電話番号載せましょうか。ガラケーだろうな。どんな、普段、なんか、コメントとか打ってるんですか？やーとか打ってるんですかって聞いたら。ああ、打ってますよ。最近の若い者たちのね、に負けないように、40歳のおじさんも、やーとか打ってますよみたいなさ。やー、やっぱね、うんこちゃんの放送出たらね、やーとか、ひんじゃないですかみたいな。もしかしたら一生懸命打ってるのかもしれない。準備が整いました。まず一回、声出し NG みたいだから、俺が口説き落とす様から、かけるわ。すっげえ緊張してきた。ちょっと待っててみんな。もしもし。もしもし。あ、聞こえてます。僕の声聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。あ、すいません、こんな夜分遅くに。いや、すいません、突然本当に ご参加いただきましてありがとうございます。あ、すいません、声がちょっと乗っちゃってたみたいです。すいません、声は出さない方がいいんですよね。じゃあちょっと僕の方からちょっとお聞きしたい。あなたが言った言葉は僕が僕の声で喋る分には問題ないですか？普段僕の放送どういう感じで見てるんですか？はい、どういう気持ちで、なんか若者の、はい、若者のサークル活動を見ているような気持ちで見ていると。はい、若者がキャッキャフフフしてるのが、あ、自分もそういう時代がありましたよね、僕たちにもね。はいはい。ああ、なるほど。昔は俺もこういう時代があったんだなっていう風な気持ちで見てくれていると。僕ができないことを元気だな。あ、わかりました。ちょっとじゃあ要約して言いますね。この人は僕が忘れ去ってしまった青春を、できないことをやってるところを見て、ああいいなって見てる。じゃあ父兄みたいな、お父さんみたいな気持ちで見てくれてるということですか？ちょっと、ご結婚されてるんですよね。ご結婚されてるんですよね。3年前に。奥様はおいくつぐらいなんですか？だいたい30代とか20代とかでいいんですけど。あ、ちょっと年下の方、僕の放送も見てくれてるんですか？奥様も僕の放送を見ていただけてると。普段僕、女性の悪口言うじゃないですか。どういうふうに見てますか、それ。なんか、はい、感想聞かないけど、仕事が帰ってきたら、はい、放送つけて、あ、放送、仕事から帰ってきて放送つけてお酒飲みながら笑ってると。なるほど。なんかもうすごい、お名前っていうかペンネーム教えていただいていいですか？ちょっとあの人とかこの人っていうのちょっと僕申し訳ないんで、パパって呼んでいいですか？僕パパって呼んでいいですか？
パパはすごいやっぱ声色も大人だし、僕の放送パパはどれぐらい見てくれてるんですか？去年の、はい。あ、競馬のゲームから。なるほど、競馬好きなんですか？あ、はい。競馬の動画漁ってたら、あ、ウィーニングポストですね、はい。へえ、はい。なるほど、ウィーニングポストの動画が面白くて僕のことを見てくれるようになったと。いやいや、もうそれでもうありがたいですよ。ちなみに放送でコメント打ったりしますか？はい。一回だけ打ったことがある。どんなコメント打ちました？それだけ教えてください、最後に。はい。今年の夏、はい。ビップマリオ、はいはいはい。はい。はい。わかりました。その気持ちを今、あなたの声じゃなくて、僕の声で皆さんに伝えるんで。はい。本当にありがとうございました。夜分遅くに。これからもお互い頑張りましょう。世知辛い世の中だけど、一生懸命生きていきましょう。いやいや、もう、一生懸命頑張ります。ありがとうございました。はい。失礼します。いや、めっちゃ大人だったわ。今年の、去年の夏ですかね。ビップマリオ、すごく難しい面を10時間かけてクリアした加藤さんに思わず感動して、やったーって打ったのが人生で最初の最後のコメントですってさ。おい、なこんなな、ジジイもやっぱコメント打ちたくなるような放送するわけよ。やったーって言ったらしい。子供に帰って。めっちゃ大人だったわ。すげえなんか声色が。いや、嬉しいわ。39歳がやったーって打たなくねえか、普通。感動したわ、俺。感動した。今。ちゃんと凸してくれて。説教しろ、無理だったわ。あまりにもいい人そうで。ものすごい癒された。自分たちにはできない大学生のサークル活動をね、見ているようで元気をもらえますね。自分もこういう若い頃があったんだなって。なんかあれだったぜ、松尾芭蕉みたいな、多分ひげ、口ひげが長い、鼻の下にひげ携えてるような感じだったね、パパは。新年早々ずうずうしくてすみません。これからも夫婦で応援していきます。あと途中喋りやすくてタメ口になってしまいました、すみません。全然いいですよ、僕の方が年下だし。今の人からなんとかだよみたいなのってさ、若者が打つような感じじゃん。やったーって打ってるって可愛くない？40のジジイがやったーって、変なゲーム、難しいゲームクリアしてアホみてえに10時間見て、クリアした時にやったーって、すげえ可愛くない？燃えるよな、そんなの。たまたま見つけたんだって。競馬王が好きで、競馬の動画を見ようとしてたら、うんこちゃんのウィニングポストを見て、お前競馬好きなやつが俺のウィニングポストの動画見ても面白くねえだろ。あんな競馬を冒涜した。やってみるもんだな。やはり。あの放送明らかに年齢層高かったもんな。やってみるもんだ。人生で生放送にコメントしたのって一回きりだって。人生で。一回きりだぞ。最初で最後。よくぞコメントした。